15秒ずつカウントしていきたいと思いますので、一緒に体をほぐしていきましょう。手を前で組み、遠くへ伸ばしていきます。背中のストレッチです。背中が固まっていると呼吸が浅くなりがちです。しっかりとほぐしていきましょう。5、4、3、2、1。ありがとうございます。続いて少し角度を変えて体側を伸ばしていきます。脇の下全体が伸びる感じです。4、3、2、1。お疲れ様です。反対側も行ってみましょう。呼吸を吐きながら伸ばしていきます。5、4、3、2、1。両手を頭の上に置いて首のストレッチです。重い頭をいつも支えてくれている首をしっかりとほぐしていきましょう。5、4、3、2、1。首を少し横に倒し、違う角度もほぐしていきましょう。5、4、3、2、1。反対も伸ばしていきます。5、4、3、2、1。今度は上を向いて首から胸をストレッチしていきましょう。5、4、3、2、1。四つん這いの姿勢からお尻を下げて肩甲骨と背中を伸ばしていきます。5、4、3、2、1。両手でかかとを持ってそのまま後ろへ倒れていきます。腸腰筋、胸、背中のストレッチです。無理のない範囲で伸ばしていきましょう。5、4、3、2、1。四つん這いの姿勢から足を折り曲げたまま体を沈み込ませていきます。お尻をしっかりと伸ばしていきます。5、4、3、2、1。反対側も伸ばしていきましょう。5、4、3、2、1。足を折り曲げて後ろに体重をかけていきます。前ももを伸ばしていきます。できる方は手をそのまま上へ伸ばします。5、4、3、2、1。反対側も伸ばしていきましょう。5、4、3、2、1。足を上に上げ、ももを胸に寄せていきましょう。裏ももを伸ばしていきます。5、4、3、2、1。
3、2、1。反対側も伸ばしていきましょう。片方の足を片方の足に乗せます。ぐっと伸ばしていきましょう。ふくらはぎのストレッチです。5、4、3、2、1。反対側も伸ばしていきましょう。5、4、3、2、1。無理ない範囲で伸ばしていきましょう。少し難しい動きですが、足をこのように後ろに持っていきます。肩、首、腰、もも裏、ふくらはぎのストレッチになります。5、4、3、2、1。お疲れ様でした。ということで、いかがでしたでしょうか。体ほぐれましたでしょうか。トレーニング一生懸命やる方はたくさんいると思うんですけど、ストレッチってちょっとめんどくさいなっていう風になっちゃうかと思うんですけれども、しっかりと柔らかい筋肉ができることによってパフォーマンスも上がると思いますので、めんどくさがらずにストレッチしっかり続けていっていただけたらと思います。私もめんどくさがらずに続けていきたいと思います。今日のストレッチが楽しかった方、よく伸びたよっていう方、ぜひグッドボタンをお願いします。チャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録もお願いします。 Twitter、Instagram、Facebook などなどからも発信しておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまたうだらんチャンネルで会いましょう。ありがとうございました。またね。肩甲骨のストレッチ集中して別で上げてます。